はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、強敵のゾディア・ライアの攻略やっていくわけなんですけども、特殊能力はティーダス少年と妖怪ウォッチガイだけで倒せるのか、これをねやっていきたいと思います。やっぱりさ、苦労してさ、ウォッチ作ってさ、ティーダス少年横取りで解放してもさ、結局さ、プーとかさ、モモンガーとかさ、まあ、強化キャラっていうかね、イベント限定キャラがないと倒せないってなるとね、ちょっとこれは問題なんじゃないのと思います。ということで攻略やっていきます。地獄ムズです。どうなんでしょうね。さあ、まずはですね、ダメージチェックいきます。さあ、こうなると他のキャラは全てパワーダウンなので、まあほぼほぼティーダスだけで勝たないといけないっていうことになるんだけど、じゃあティーダスってさ、どれぐらいダメージを与えられるのか、ちょっとこれ把握しておこうとね思います。で、結局ね、ティーダスを何回打てば倒せるのかっていうことになってくるよね。さあ、フィーバータイム中にね、もちろん打っていくことになるかと思います。フィーバータイム中にティーダス1回打って、だから相手のね HP が25万なんで、まあ、それを何回でいけるのか。これで83,183 ですね。なのでティーダス4回もしくは2回プラスアルファで倒せると。これはちょっと望みあるか。ちょっと Y 学キャラ入れましょうか。さあ、ティーダスが今技レベル5ですね。イベント限定妖怪のダメージアップ、まあ、これいるだけでもさ、お邪魔玉がなくなるんで、イベント限定キャラアップしなくてもワンチャンあると。一応ね、スキルもあります。デカプニが降ってくる。あとは特攻じゃないんだけど、 Y 学キャラアタッカーとしてね入れます。学校がさすがに Y 学キャラじゃないと弱すぎて、ほぼほぼあまり意味がないと。学校が、あとエルゼミキアもね、今回種族的には使えます。中央の妖怪プニを消してボーナス玉を作る。 G まで打てます。そしてスキルがあります。技ゲージが溜まると。まあ、エルゼセンターに置くとね、音楽変わるんでテンション上がるしね。あとはサポートとしてバンバライヤー、技ゲージ多く貯めるのと復活があるので、まあ、ワンチャンあると。あとは前回のイベントでゲットした弁財天、これ結構スキルが優秀だよね。まあ、威力的にはね弱々なんだけど、フィーバーゲージが溜まりやすい。ポカポカの種族効果アップということで、まあ、ティーダスがね種族効果アップしてちょっと強くなるんじゃないの。さあ、こんなパーティーでいこうかなと思います。さあ、あとはフィーバータイム中に、まあ、ティーダス2回は打ちたいね。2回プラスあとはガッコーガーとかね、エルゼメキアのがどれぐらいダメージが出るのか、ちょっとそこ次第で、まあ、いけるのかっていう感じになってきますね。まあ、早めにフィーバーインします。ちょっと反撃がねウォッチあっても577、結構厳しい。さあ、フィーバータイム入りました。さあ、ここでまず1回目ティーダス打って、そして学校が行きます。そしてあとティーダス打ちたいね。ティーダスちょっとデカプニ作ってバンバレアで技ゲージ貯める。そしてティーダス行きます。これでティーダス2回打ち、あと1回いるかな。おあと1ミリ、これはワンチャンありそうだ。ちょっと技レベル上げましょうか。今ティーダス技レベル5なんだけど、6まで上げましょう。6まで上げればあと1ミリなんで、あと1歩と。そして弁財天もね、ちょっとスキルレベル1つ上げましょう。これでだいぶ戦いやすくなるんじゃないかと思います。これでティーダスのねパワーが上がりました。
さん早めにフィーバーインしてですね、いきます。さあ弁財天もねスキル上げたんでちょっとフィーバーインしやすくなりました。フィーバーゲージかなり溜まりやすいです。そしてまずは T ダス一発目、そして T ダスデカポに作って学校が、そしてバンバレアで技ゲージ多く貯める。そして T ダス、さあこれでいったか、もう一発打っとこうか。いきましたね、意外といけんじゃねえか。一応 T ダスとねヨカウォッチガイがあればなんとかなりますね。20ポイント。さああとはね強化キャラ入れると、これ入れると一気に楽になるんですよ。このプーですね、プーがむちゃむちゃ強い。そして周回するのであればこのゾディアライア入れましょうか。獲得 Y ポイントアップ、さらにこれも強化対象なんだよね、えぐいです。全消しデカプリの技ゲージを多く貯めるということで、あとね G まで打てて復活があるんで、これゾディアライア入れるだけでむちゃむちゃ楽になるんじゃないの。そしてモモンガレディ、これも強いです。弾を作る、技ゲージが溜まる。で僕の場合はイケメン魚入れます。まあ、バンバレアでもね何でもいいとは思うんだけど、まあ雷電流でもねいいんですけども、これで高速周回できるゾディアライアがなかなか復活付きってのはえぐいよね。さあデカプに作っておいて、さあ技ゲージ多く貯める。そしてプーです。そしてモモンガ、さあ鉱物与えます。さあゾディアライアなんですけども、まだ僕はね1体しか落とせていません。なので2体目3体目とね狙っていきます。さあゾディアライア、ゾディアライアが意外と強いんだよね。77000、おっと来たぜゾディア、なかなかドロップ率もしかしたら高いのかもしれません。さあレベルもね上げていきます。さあ40ポイントプラス20はでかいよね。さあゾディアライア友達になりました。技レベル上げていきます。さあそれではねゾディアライア使ったワイポイント稼ぎやっていきます。このクロックマンのステージで結構やってる人が多かったんで、ここもありなんじゃないかと思います。まあ、ちょっと種族縛りがあるんだけど、雷電流持ってれば、雷電流からの学校が、さあ鉱物与えます。運が良ければこのクロックマン S ランクもね仲間にできる。時計さん、さあ学校が、学校が強いよね。さあ倒しました。まあまあ高速周回可能と。322Y マネー、そして35ポイント。 Y ポイント的には結構多いよね。もしくはステージ42でねやっている方も結構います。お、ブラックアーミー出てきました。ここのステージはね、まあどうだろう、3回に1回ぐらいブラックアーミーが出てきて、ブラックアーミーが出てきた時はもちろんね仲間にすることもできるし、ちょっとね獲得Yポイントが増えます。なのでまあここのステージもねありっていやありです。お宝集めながらやる場合はねかなりいいかなと思います。まあ、チップね落とすしね。まあ、ここもね高速周回可能です。特に種族縛りはないので、まあ結構自由なキャラでできる。さあこれで41ポイント。何気にここが一番多かったりするんだよね。
あとはこのボスステージ45、ここもね結構やってる人います。まあここはね敵が1体なので、まあ楽って言えば楽だよね。白ひげ一発で倒せる。いきましたね。ただ獲得 Y ポイント的には若干微妙なんだよね。 190Y マネー、そして31ポイント、若干微妙だよね。